佐藤真理の2021年も FIAF2 選手権にフル参戦、トライデント残留が決定。佐藤真理のが2020年に続き21年もイタリアのトライデントモータースポーツから FIAF2 選手権にフル参戦することが3月1日チームから発表されました。トライデントモータースポーツとともに今季も FIAF2 選手権に継続参戦できることを本当に楽しみにしています。トライデントモータースポーツのチーム監督であるジャコモ・リッチはフル参戦2年目の佐藤に大きな期待をかけている。トライデントモータースポーツは2020年に続き21年度も21歳の佐藤真理のドライバーラインナップに加えられることを誇りに思う。昨年のチャンピオンシップで目覚ましい進化を遂げた真理のが3月に開幕する新しいシーズンに向けて大いなる可能性を秘めていることを私は自信を持って皆さんに断言したい。ちょっと僕途中ちょっと吹き出しそうになってしまったんですけど、それはこのニュースを笑っているんじゃなくて、最近多い原稿普通に読んでくださいっていうコメントにもう真逆言ってるなと、ちょっとだいぶ持ってるなっていうことでちょっと笑ってしまいました。普通に読んでくださいって別に読み聞かせじゃないんだよね何言ってんのって話でね、まあ、自分で読んでくださいっていう、まあ、ニュースの内容は正直そこは どうでもいいっていうかそうそうそう、あの元原稿ありますがネットに上がってますからどこにでもある内容な、それを読んでるだけなので、だから自分が読みたいように、ね、サイト各社全部横並びと同じで、そうそうそう、ご自身で読んでいただければてか、まあ、みんなもう読んでるでしょっていうね、だいぶその何日か後にこれ出ちゃってますから、そうだからそれをわざわざあの読み聞かせのごとく読んでくれっていう子供かっていう、それ太郎さんにお願いする、まあ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 いつもと逆だ立場まあまあね、不思議な選手、ね、不思議な方がいらっしゃるなということでね、ジャコモリッチさんにはちょっとお会いしたことがないんで、はい、まあね、コメントも全部あの、定型文なんで、まあ、何もですけど、そう、まあ、ご本人から話も聞いてないし、あの原稿もね、あのマネジメントから回ってきたプレスリリースのまんまだったんで、まあ、皆さんそのままアップされたのかなっていう、冒頭のあの日本人初のミドルフォーミュラチャンピオンのっていうところも、もうずっと一緒ですからね、はい、そこは全部あの端折って端折らさせていただきましたもうちょっとアップデートした方がいいような気がしますけどね、そう、ちょっと毎度毎度ね、ちょっと、あのね、ちょっとあの、あの町田さん、もうちょっと原稿考えられた方がちょっと苦しくなってきてますよ、はいちょっと手前味噌にも程があるっていうそ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 う、まあどう考えても満足はしてないですよね、去年のパフォーマンス考えたら、そうだね、あのチーム残留はないでしょ普通に、そうだから、まあ、いや僕は来年もトライデント残りたいですって人いないですよね、普通に考えて、普通に考えてね、だから当然いいチーム乗りたかったんだけど、まあいいチームは、まあ、育成系でねある程度埋まっちゃってるし、まあ、チーム側としても当然その去年結果を残してるドライバーじゃないと、例えば F2 の中でもやっぱりトップチームっていうところと、まあ中団とか下位ってあるわけで、トップチームは成績がドーンと落ちてランキングドーンと落ちちゃうと、やっぱ次のその次の年のお客さんがいなくなっちゃうんで、そう、商売だからね、だから自分たちのそのポジションとかブランドイメージをキープするってことも重要だから、やっぱりチーム側もある程度選ぶ立場にあるわけですよね、いくらお金持ってこられてもっていう、しっかりお金持っててそのトップチームのセカンドが空いてる時にはスッと入れるわけよね、要はファーストドライバーの分も払いますよ、まあよっぽどそれでも本当にむちゃくちゃですよね、ファーストドライバーの分もだから2席分ですから、ダブルバジェットしたから、まあ4億円ぐらいだから、それでもそれは嫌だっていうチームももちろんありますから、やっぱゲラエル坊ちゃんとか乗ったチームドン落ちてるじゃないですか毎回、ああだからもうそれ過去の事例があるから、ダブスとかドン落ちちゃってるじゃないですか、そしたら次やっぱ乗りたいっていう人いなくなっちゃうから、ああそういうことね、チームとしてもその今年このドライバー来るだろうっていう、まあちょっとトップ級のドライバーではない、やっぱ2番手3番手ぐらいのドライバーしか乗ってもらえなくなっちゃうんで、それも嫌じゃないですかドライバー、そういう風な選び方しなきゃいけない、そうするともうずっと悪いスパイラル悪いスパイラル入っちゃうから、
だからチームとしてもやっぱり前の年にきちんと結果を残して、うん、まあこのドライバーだったら大丈夫だよねっていう確信が持てるドライバーじゃないとやっぱりいいチームは乗せてもらえないですよね。ああなるほどね。まあまあチームメイトもね下から上がってきた子で、うん、まあ兄さんにはダムスだっけ。ちょっといいとこ行っちゃったんだね、うん、ニッサニーはなんか本当にあの最初はもうしっちゃかめっちゃかでしたけど、うん、後半戦結構、ね、えっていうとこ走ってたりしましたからね、うん、だから確実にこうステップアップしてるなっていう、うんまあ、チームって他のチームのドライバーのその走りっていうかタイムとかやっぱ見てるから、うん、このチームの今の状況であの走りできるって結構いいんじゃないっていうのはやっぱ分析してるんですよね。このドライバー、過去にこういうドライバーとこういうドライバー組んでて、うん、こういう位置関係、じゃあ今このドライバーがチームメイトここにいるってことはこいつめっちゃ速いんじゃないとか、うん、っていうのはすごく見てますからね、うん、だからアルボンとノブ選手組んでた時やっぱノブ選手の方が速かったから、うんうんうん、それはチーム見てるんでノブ選手の評価って F2 の中でやっぱ高いわけですよ。あ、そういうことね、うん、まあ、いろんな総合的に判断されてやっぱりまだそのトップチームとか、まあ、ある程度いいチームのシートを獲得できる、まあ、結果がとにかくやっぱ残ってないですからね、去年ね、マリノ選手は。そうね、そこがちょっともったい、もちろんあの何回かは、え、結構いいじゃん、今回どうしたのって予選ポジションいたりしたんですよね。そうだね、もう一生懸命チャックしたからね。ただ、まあ、悲しいかな、やっぱ決勝で結果があんま残ってないんで、はいはいはい、まあ、なかなかちょっと難しいかなっていう、そのなんか日本だと、あのそのミドルフォーミュラチャンピオンっていう、うん、どこのフォーミュラかよく分かんないチャンピオンと、うん、まあ、F1 のアルファタオリが認めたっていうので、うん、こうイメージがこうすごい大きくなっちゃってるけど、うん、まあ、F2 のそのパドックの中ではやっぱり、ね、F1 のテストをしようがしまいがそれはあんまり関係ないんで、うん、そうだね、うん、まあ、そこがそうだから、その辺の、ね、コントロールもやらないで、その実績を作って、ね、そうそう、その F2 のパドックの中で自分たちのレピュテーションを上げていくっていうのが、うん、マネジメントの仕事なんで、うん、で周りの環境を整えてあげるっていうのがマネジメント、わざわざじゃなきゃマネジメントやっとく意味がないじゃないですか、まあ、お金持ってくるんだったら自分で持ってけばいいだけの話、まあ、角田選手より評価が高いっていうふうに日本のパドックでは言われちゃってるんで、これちょっとマネジメント的にちゃんとコントロールしないと結果として彼のキャリアにマイナスになっちゃう、うん、そんなこと誰も言ってないじゃんっていや、まあ、まあカート時代にとかっていう話なんでしょうねきっとね、昔のカートで走ってた時はマリノの方が速かったんだけどなみたいな、じゃなくてレッドブルマルコさんの評価がそうだっていう風な話になってだったらアルファタウリに乗ってるでしょう今年そうだからその、うん、ちょっとやっぱりそういう話がね、うん、出ちゃってるってことは誰かが言ってるってことだから、ちょっとそういうのはやっぱりよろしくないよねっていう、うん、じゃあなんで F2 乗ってるのまたと思われちゃうじゃん結局、それもトップチームじゃなく、ね、まあ、言ってみれば F2 界のウィリアムズに乗ってるわけですからね、うん、もしかしたらいいエンジニア、どうなんだろう、ね、ったら日産にダムス行かないでしょ。ああ、そうか。そうか、うん。だから日産には1年目でウィリアムズ乗ってたけど、うん、2年目で結構いいとこにポンって行ってるわけです、うん、今、マクラーレンぐらいのとこまで行ってるわけじゃないですか。うん、それはもちろん彼の財力もあるし、うん、まあ、一応去年それなりにまあ結果残してるっていうのもあるし、うん、あとまあウィリアムズの F1 乗ってたっていうのもあるし、うん、っていうのがあったんで、彼は行ってますけど、うん、まあ、森野選手とか2年目もウィリアムズになっちゃったんで。なるほど、なるほど。ちょっとここからうまく這い上がるのが逆にこうドツボにはまらないか心配ですよね。そうだね、まあ、だから2年目でこれってなっちゃうんで、うん、やっぱりまあここでしっかり、まあ、2年目っていうか、うん、もうすでに1年半走ってるわけだから、うん、そうだね、うん、最初ね後半戦、うん、出てるかしね、うん、まあ、だからここでしっかりこの1年が本当勝負で、そのいわゆる リザルト的な結果じゃなくて、その関係者がうなる、あのチームで、うん、トライでここまでにいるかすごいよねっていう結果を、そういう結果をきちっと出してもらえれば、うんうん、まあ、来年少し次のいい、ね、普通の中でもまたいいチームに上がって、まあ、結局もうどこかのメーカーの目に止まらないことには、うん、まあ、彼 F1 乗りたいって明確に言ってるわけだから、うん、どっかのメーカーのお目にかなわない限り F1 はもう今もうお金だけでは乗れない時代なので、うん、本当にあの今年ね頑張ってもらわないといけないので、皆さんぜひね、あの、あ、いや分かってた、ちょっと喉まで出てた。まあね、日本人結局角田選手が卒業しちゃったんで、ね、多分マリノ選手だけじゃないですか、うん、今年、うん、その日本人唯一の日本人がやっぱりね、うん、毎回18位とか走ってたら、うん、みんな F2 見るのもなんかちょっと、ね、嫌になってきちゃうと思うんで、うん、やっぱりせめてこうトップ10にいるっていう感じで戦ってもらいたいな、うん、まあ、うん、特に今年2年目なんで、うん、フルシーズンという意味で、う
だから1年目はまだルーキーだから根がまだ許されたけど、はい、2年目は余計その評価がシビアになっちゃうんで、去年以上の成績残さなきゃいけないのは当然だし、うん、まあ、チーム力以上の成績を、うん、成績というか走りを見せてほしいなと思いますけどね、うん、本当にあのここから上に行くか行けないかっていうところ多分2年目すごい重要だと思うんで、そうだね、というね、佐藤成選手のニュースでございました。ありがとうございます。世界のサットって応援しちゃってるからね。まあそうね、世界のサットって言っちゃってるからねまあ、ちょっとね現場に行くこともないし、なかなかねお会いする機会がなくて、うん、話が全然聞けてないんですけど、まあ、うん、トライデントかっていうね太郎さんがだからもうあれマリノ担当になればいいんじゃないですか毎回そのセッション終わった後に LINE とかで話聞くっていう。ああ、でも LINE とか知らないんですけど、まあ、じゃあちょっと滝さんに聞いてみるからね。まあ町田さんでもいいだろうし毎回取材したいんですけどって言ってああ確かにね、うん、今年だから8ラウンドでしょ。8ラウンドだけど、ね、1ラウンドが3レースあるから、うん、まあ、僕らも多分追い切れないと思うんで金土日ってなる。ああそういうことか、そうかそうか、普通と F3 は週末3レースやるんだよね、うん、それは大変になっちゃうから、ね、太郎さんはそこはしっかりと、なるほど、マリノ担当って、うん、国内担当からマリノ担当に今年はちょっとステップアップ空いてる人もあるかな、楽しみでしょちょっとクラブハウスで近づこうかまずこんにちはマリノ君覚えてるみたいな、ブロックみたいな誰だこいつキモいな